チャンネル。ジョブ。さあ、金曜日ということで、4月20、21、22、3連戦、ソーチェ。はい。やっていきたいと思います。今日はもう前置きも少なくですね、カツッと短い時間で撮って編集して、なんとか金曜日の試合開始前までに上げたいと思います。さあ、いろいろね、こう、首位攻防戦がね、今年、この3連戦、ありましたけども、そちら、どうなったのかっていうところでね、行きましょう。まずは、ソフトバンク楽天。4月20日、6対4、ソフトバンク。21日、4対1、ソフトバンク。こちらは、カースイの2連戦。ということでね、首位攻防戦、2勝0敗で、ソフトバンクの勝ち越しっていうところになりましたけども、20日はね、北九州市民球場でね、行われた試合でしたけども、ソフトバンク1回表、辰巳のディレードスチール。回がね、よく対応、グワッと。ね。あれね、見逃さずね、しっかり見たところによってね、刺したっていうところを非常に素早く、隙もないプレーだったと思います。その後ね、2アウト2塁、浅村のね、ショートゴロ、牧原、タイムリーエラーということで、バーッとね。まあ、確かに打球は早かったですけども、ああいうところをそつなくこなしていかなきゃいけない。ね。やっぱこの今宮のね、存在のデカさっていうのはね、非常に出た形になったかなと。どうですね。まあ、結局ね、この試合は、甲斐がね、4打数3安打5安、5打点、1ホーマー、なんて北九に強い回、グワッとね。北九州はね、何回もやったことあるんですけど、ホークスとやるのに北九州は地獄です。なんと言っても狭い。もうすぐホームラン入ってしょ。しかもね、まあ今はペイペイドームね、ホームランテラス、できましたけども、まだ僕らの時はテラスもなく、本当に広い広い、福岡ドームで、で、たまに北九行くと、もう極狭で、もう松中さん、国母さんとかズレーター、バティスタ、カブレラ、もう、柴原さん、城島、全員ホームランしそう。かなりプレッシャーある。その中で、まあ、甲斐がね、素晴らしいホームランだったかなと。でね、岸、5回3分の1ね、105球、9安打6三振、1四球、6失点ね。まあ、初回はね、低めに行ってすごいグッピッチだったっすけども、まあ、2回以降ね、ちょっと高くなったかなっていうところがね、まあ、気になったけども、全体的にね、そんななんか悪く見えなかったですけど、ひょっとしたらね、ストレートがね、ちょっといってないのかもっていうね、形。全体的には悪く見えなかった。で、まあ、前回のね、ロッテ戦も、まあ、それ水でっていうところはありましたけども、若干高めにね、浮くところが気になったかなっていうところでね、球数が増えたっていうところもありますし、ちょっとまっすぐがね、ひょっとしたら行ってないのかなっていうね、感じの試合に見えました。ソフトバンクはね、もうリリーフ。津森泉、加山モイネロ、岩崎、森、ガッツ。ね、このヒットも泉だけ、フォアボールも津森だけっていうね、素晴らしい中継ぎ陣の高リリーフでね、しっかり勝ち切ったかなと。21日もね、4対1、ソフトバンクの勝ちっていうところでね、和田が最速146キロ、ね、見るからに早く感じる。テレビでもね、非常に球団史上初40代で複数勝利。ガーッと。若いね、まだまだね。しかもコントロールも良かったし、キレあるからチェンジアップは振るし、スライダーもいいとこ決まるしっていうね。あの年齢でね、あのストレートの、テレビで見た感じで速さがあるってことは、打席に立ったらね、相当あったんじゃないのかなと。で、まだね、今回も、ちょっとね、なんか親指の感じでね、降板しましたけども、まあ、次回にね、登板には影響ないみたいなコメント、工藤監督が言ってましたけども、急にね、登板した加山、泉、岩崎、モイネロ、森が、ヒットはね、森の一本。で、四死球ゼロ。ガーッと。このね、フォアボールがないって、もうこうね、ホークスのポイントはね、フォアボール。このね、長杉陣もしっかりフォアボール出さないでいけばね、もういいピッチングできるから、そんな簡単に連打されないっていうところでね、非常に2試合連続で、ね、この長杉陣ね、MVP だったんじゃないのかなっていうぐらいね、素晴らしく。だからホークスの長杉陣に、ビッググーね、非常に素晴らしいリリーフだったんじゃないのかなと。で、まあ3回はね、7回も得点あげたし、柳田がね、フォアボールで出てから、グラシアルがセンター前、ライト前と、2点、2本ね、タイムリーで4打数3打2打点。このね、流れができたっていうところで、柳田、グラシアル、グーってね、こうなってくるとまた柳田で勝負しに行かなきゃいけない。でそこでまた長打が生まれるっていうね、相乗効果になって非常にいいね、打線っていう流れだったかなと。まあ楽天はね、岡島のホームランのみっていうところでね、まあ攻めでもなく、結構ね、この21日は完敗っていうね、ゲームになりました。結局ね、2勝0敗でソフトバンクの勝ち越しになりました。続いて、ロッテ対日本ハム、4月20日、8対4でロッテ。で、21日、6対5でロッテ。そして、今日22日、1対3で日本ハム、ロッテの2勝1敗で勝ち越しになりましたけども、この試合、
日本ハムは3連勝できました。その中なぜできなかったのかっていうところをね解いていきたいと思いますけども、20日の試合ね、ロッテ石川ね、まあ、シンカーが決まらずね、こう2ストライクから打たれるパターンっているのが非常に多かったかなと。まあ1回ね、コーリーもね、追い込みながらもストレートセンター前、2回の太田もね追い込みながらストレートセンター前で、3回西川もね追い込んでからレフト前で、近藤ね追い込んでからツーシームツーベースで、浅間もシンカーセンター前とで、5回西川もね追い込んでからホームラン、9本中ね6本が2ストライクごと、この決め球にね精彩を欠くっていうところがね、ちょっといいピッチングね繋がらなかったんじゃ、ないのかなと。しかしね、この中盤から石川田村のバッテリーね、カーブをねカウント取りにも勝負球にもね使うことによってちょっとねこう立て直せたっていうところで、この辺がねグッとね、非常にこのダメなものはねもうスパッと諦めながら、しっかりねいいもので組み立ててたっていうところのね、この配球の組み立てリードっていうのはこの石川田村のバッテリーね、非常に良、かったんじゃ、ないのかなと。でまあね、まあ日本ハムで言うとね、5回裏ね先頭岡、このねショートゴロ内野安打なったけども、でここからね2失点したんだけども、このねショート石あれ正面入ったらねダメ、正面入って投げたってまあミスはしないかもしれないけど絶対アウトにならないのね、タイミング的に。あれはもう逆シングルで行ってちょっとポロってミスったとしても取ったらアウトになるぐらいの勝負に行かないと、あれがね日本のね教育のダメなところ、何でもね正面に入ってっていうね、この正面これも正面だからね、体の前もね、そういったところを少年野球の時からね教えてもらいたい。正面に入ったら全部 OK みたいね、アウトにできたのかしても仕方ないっていうね、あの判断がダメ、あね逆シングルで取ってチャレンジするぐらいじゃないと、で結局それでね2失点っていうところにもなってるし、このね3回の、浅間のヒットの時にね、あの2塁ランナー近藤がねスタート遅れてるのにもかかわらずワンアウトでねホームへ回ってくるっていう、でそこがね岡がねナイス返球で、タッチアウトっていうね、あそこはねちょっとどう考えてもねストップ、あの映像で何回も見ても近藤がねもうめちゃくちゃスタート遅れてるで、ホーム楽々アウトで、まあ、ツーアウトだったらゴーだよね確実に、でワンアウトって考えたらあそこはね三塁コーチャーにもねバーッとね、あそこは回すべき、とこじゃなかったかなと。あとね攻撃面においても4回ねワンアウト2塁、石井のねレフトライナーをねセカンドランの太田が飛び出してアウトバーッと、あんな見えてんのに目の前であそこまで飛び出すかっていうね、あそういった卒のあるところがね最後逆転されるっていうねところにもつながったし、まあ日本ハムね7回裏、中村がね、盗塁もあった意味ねで、近い裏ね岡が盗塁した時にこれスタート確実に遅れてたね、清水ね、まあ確かに投球ワンパンだったけども、そのね送球してやろうっていうね気が全くない、もうイージーでセーフで、3回にも荻野のねディレードしているね、もう清水見てないバーッとベンチの声もねほぼない、だからね先ほど言ったソフトバンクとはね、あの楽天試合の回のねディレード辰巳のやつしっかり見ててアウトにしてる、なんか隙が多い、そういうとこもね、しかもあの時マーティンだったから正直取る時見えない可能性もない、その時はあのベンチが声出したりとかっていうのをして助けなきゃいけないっていうところでね、何の反応もないっていうところがねバーッと、俺の場合は見えない時はもうにあの二遊間どっちが入るか分かるから、その、ね、入るかどうかをねあの見ながら動いたら走塁の体勢出て、あの送球の体勢を出て、出ながら走ってたらそのまま投げるし、あともう耳目でかくしてベンチからね行って走ったっていうね声が出るかどうかっていうのをすごい聞きながら、ディレードスチールとかね盗塁でも見えない時の反応っていうのはあるんで、そういうのはねもっとチーム全体でねやっていかなきゃいけない、もう無反応もう楽勝でセーフっていうね、あそこら辺もねバーッとっていうねいうところに繋がりましたね。でまあ2アウトね1、3塁で、その後ねマーティンの盗塁ね、牽制はないし、で二遊間も入らず、チームオーダーなのかあのノースローのサインなのか分かんないですけど、もう無条件で走らせるってね、あの時ねまだ2点差だったから正直まだワンチャン分かんなかったんだよね。でそれを盗塁して、でもうあそこでまあ解説でねしてたんで、これ中村にヒット打ったらもう試合決まりますねって言って、中村がカンチャンセンター前打って2人帰ってきて、で8対4になって4点差でもうジェーンとっていうね形になったけど、この時も盗塁されたのにあの守備位置全く変わらず前進守備一歩引かなかったと。仮に前進守備引いてたらあのカンちゃん取れたかもわかんない、まあもちろん取れなかったかもわかんないけども、その守備位置も変わらないっていう、このなんか組織としてどうなのっていうのを解説しながら、かなりちょっとよくわかんないっていうねパターンで思いましたね。あとマーディンね、初回のセーフティーバンドガッと、あれはね意表をつかれたね、まさかセーフティーしてくるとは思わなかった、しかもねすごい素晴らしいねバンドだったかなと。でまあロッテでもね4盗塁ガッと、
しかもキャッチャー清水ね、ほぼワンパウンドの送球になってね、もうなんかイージーでセーフになってたっていうね。で、まあ、その盗塁がね、全部得点につながるっていうところで、ロッテからしたらね、グーッと。ね。で、8回裏、山口、ホームラン。グーッと。しかもね、フォアボールも2個選んでるっていうところでね、追い込ま、フルスイングはするけども、追い込まれてからしっかりボールを見るっていうところで、山口、グーッと。で、ヒーローインタビューでね、俳句、披露してましたけども、季語がないっていうね。だから、木なしの俳句なのかっていうところもあるけども、季語がないっていうね、ところがあったんで、今度はね、しっかりもっと考えといてもらいたいなっていうね、個人的な見解です。で、続いてね、21日、6対5でね、ロッテの勝利っていうところでね、日本はもね、もう、あの試合展開で勝てなかったら、正直きついなと思いながらね、見てましたよね。で、伊藤もね、正直ね、6回とかのピンチでね、回ってもよかったなと思うけども、その伊藤よりも信頼できるピッチャーがいないっていうね、ちょっと前日もバタバタしてるしっていうところでね、まあ引っ張って、でもまだ勝ってたっていうね。で、でもね、その7、8で、この20日の試合も7、8で4失点。この21日の7、8、9で6失点っていうね、正直苦しいね、リリーフ陣ね。で、まあ、ロッテはね、7回ぐらい安田がね、初球、ライトへツーラン。これね、オリックス戦の漆原か、から打った時とね、一緒。全く。で、今日も、スライダー、甘めに入ったところをね、打ったんだけど、多分安田はね、インコース甘めの変化球をね、打つね、タイミングが全部合うっていうね。だからそこをもうちょっと理解しとけば、初球から、そのスライダーのインコースの甘めに行くかっていうね、7回ぐらい。そのオリックス戦のその漆原のやつを見てた時に、行ってももっとボールに膝元とか行くやろうっていうところで、もう、デジャブかっていうぐらいのホームラン。安田はね、頑張って。ね。でもちょっとこの日本ハムのね、この攻め方っていうのは、そのオリックス戦のことを見てないのかなっていうぐらいのね、甘い初球のスライダーでね、結局ね、ツーラン打たれるっていうね。で、9回裏、岡にね、ワンボールからサヨナラホームラン打たれるんだけども、岡、グッツ。ね。ナイスホームラン、ビッグホームラン。ね。しかし、日本ハムの目線からすると、その前日から、20日の試合から、ストレート系は常にいいスイングしてる。この21日も。変化球はほぼちゃんとスイングできてない。で、1-0。ね、初球スライダーがちょっと村もちょっと抜け玉になってボール。ね。ってなってるところで、ストレート行くなとは言わない。行ったとして、ど真ん中って意識しないんかっていう、この意識の低さに、バーッとね。正直もったいない。だからこうね、2連勝できてるね。でもそのね、しぶとしゃを持ったね、このロッテの2連勝っていうのはね、非常にね、グーンってね。で、22日の試合、1対3で日本ハムが勝ちね、打順も変えてきて、太田がね、先頭打者ホームランっていうところでね、非常にいい形になって、あとロドリゲスが中継ぎに入ったっていうところもね、非常にこのバランス、ちょっと状態あるんで、宮西がちょっと足かな、の都合でっていうところでね、あるっていうところ、登場、出場機会がね、ちょっと増えないかもっていうところでね、このロドリゲスの加入っていうのも、まあ、加入っていうかね、こう、来日っていうのも大きかったし、まあ、今日はね、杉浦がね、しっかり抑えたっていうところで、正直ですね、今日の試合はですね、ほぼ全チーム、巨人阪神戦は解説してたんで見てますけど、明日の仕事が早いっていうところで、木曜日の試合は、ほぼちょっと見れてません。だからね、そのちょっと触りだけしか言えないんで、詳しくは言えないですけど、まあ、日本ハムはね、3連敗しなくてもよかった。しっかり勝ちきた。でもね、3連勝できたよ、日本ハムっていうところでね、ロッテの結果、2勝1敗で、勝ち越しになりました。さあ、続いて、オリックス対西武。20日の試合、11対3でオリックス。そして21日4対2でオリックス。そして22日7対6で、さよならオリックス3連勝ドイツカードっていうところでね、今季初かな、オリックスはね、3連勝っていう形で、まあ素晴らしいゲーム展開でしたね。で、20日の試合、11対3。まあ前半はね、1回裏にオリックス1点で、2回表に西武2点で、裏に2点、3回1点って、もう3回で3対3。もう前半は乱打戦かっていうね、展開かなっていうところになりましたけども、まあオリックスはね、5回裏、杉本のね、2アウト1塁。のヒットね、うち、めちゃくちゃ難しい球。なんか、もう豪快さが売りなはずなのに、もうくるっとコンパクトに回った杉本。ガーッとね。非常に、で、だから、ああいう風にね、こうと締めてね、腰で回るからね、あそこは切れないね。素晴らしいヒットだったかなと。で、もやね、復帰戦。初回にね、スリーベース、ライトね、で、4打数2安打1打点。グーッと。やっぱりね、このね、外国人、やっぱオリックスはね、外国人キーポイントになるんじゃないのかなと。で、結局ね、リーフのね、5回から、竹安、山田、富山、漆原、能見、鈴木とね、小刻みな系統リレーで、無失点、ガッとね、非常に素晴らしかったかなと。で、西武はね、もうちょっと、
もう西武の負けパターンっていうのね、この日ちょっと計算してみたんだけど、4月20日現在ね、吉支給率、115個でパリーグ1位、暴投もね、13個でパリーグ1位ダントツっていうところで、このね、フォアボールと暴投、バッテリーエラー、ここがね、結構で、チームの勝敗にかなり影響されるんで、こことか改善ね、していかなきゃいけないっていうところはもうこのね、目先の西武の一番のキーポイントなんじゃないのかなと。でもね、宇都はね、若獅子たちが、ガッと、ね、成長してきてるなと。この試合もね、若林が4打数1安打1打点2盗塁ね。で、あと愛斗もヒット打って、ウネンティン。ね、まあ、キャッチャー岡田もヒット。で、山田も2本っていうところでね、こういったね、若獅子たちのね、活躍、非常にグッとね、結果負けましたけどね、まあ、前回の月曜日の時言いましたけど、やっぱ西武のね、野球はまあ、見てて面白いっていうね、でもファンの皆さんはね、まあ、結局3連敗したんで、何が面白いんや、みたいなね、感じで、言われるかもわかんないですけども、客観的に見てたら面白いですね。で、21日出社、4対2でね、オリックスの勝ち。これね、木曜日ね、プロ野球ニュースで同時にね、全試合見てたんで、ボーツフルカバーで見ましたけども、この試合のキーポイントはね、援護率ね、山本はね、援護率 2.90。で、今井もね、何気に低くて援護率 2.65 と、二人ともなかなか援護点がね、足りないっていうところでどういうピッチングになるのかっていうね。で、まあ、西武はね、いい攻撃したっすね。で、6回表にね、2得点しましたけども、栗山のね、ダブルプレーで、まあ、それが2点目になってね、まあ、2点止まりだったけど、あそこね、ちょっと微妙なところがね、ショートね、ホーム投げれたよね。中間守備だったら、強い打球はホームアウトっていうね、ところを狙っていかなきゃいけないけど、最初からもうダブルプレー狙い。あれだったら、もうちょっと後ろでよかったよね。だからベンチの人としては中間守備入るのはホームだよっていうね、ところもある中で決めつけたようなダブルプレー。その後、中島監督ね、映ってましたけど、ちょっと険しい方でこうってね、指やってましたけど、多分あれだとホームいけるやろうっていうところでね、ああいうなんかね、準備不足っていうところがね、ちょっとキーポイントになってるね。やっぱオリックスはエラーの数も多いしね。だから記録に残らないミス。まあ結果的にね、まあ山本が、で、その後ね、打って勝ったからね、まあちょっと消えてなくなったようなことだけど、ちょっとあそこはね、疑問に、思いましたね。オリックスはね、5回表、西武の若林、盗塁と伏見、グッスロー、ね。グッと、ナイスロー、ね。で、今井ね、フォアボール2つ。で、まあ、負けまし、結局ね、4対2で、オリックスが、勝ちましたけど、今井はね、これで大丈夫。こういうピッチングをしてると、だから、負けたけど、そんな悲観することない。こういうピッチングしてると、必ず勝っていくんで、こういうね、フォアボール2つっていうところでね、この今まで平均ね、6個ぐらい、1試合6個ぐらい出してたんで、この2個っていうね、結果負けたけども、吉田にもホームラン打たれた、宗にもホームラン打たれたと、負けたけども、こういうピッチングを続けていけと、絶対勝てるから、そんな悲観することなくね、ファンの皆さんもね、この今井のピッチングっていうのは負けたけど、僕は個人的に良かったんじゃないのかなと。あとね、オリックス宗、2回、2アウト2塁でね、山田のサードゴロ、ファインプレー、グップレー。あれね、抜けてたら1点入ってたっていうところでね、非常に守備も良かったし、7回ね、初球のね、カーブ、2アウト1塁からね、ライトへのね、ホームラン、ね、ガーッと、4打数2安打2打で1ホーマー、非常に素晴らしい、この宗のね、攻守にわたる形とかね、この山本を勝たしたっていうね、援護点、非常に素晴らしかったですね。で、今日の試合、7対6、オリックスがね、サヨナラ勝ちっていうところですけども、まあ、先ほどの時も言いましたけども、今日の試合は、ちょっと明日の仕事、明日がですね、5時起きで、千葉テレビのですね、佐々木智也のゴルフ直球勝負っていう、テレビ埼玉とかでもやってますけども、その番組の、ロケの収録がありまして、明日5時起きで、6時出発しなきゃいけないんで、さすがに、見れないんで、本当皆さんすいません。楽しみにしていただいてるのにですね。ちょっと今日の試合は全試合見れないんで、でもハイライトとかできる限りのとこ見て、まあ語っていきたいと思いますけども、まあ今日の試合ね、7対6で、勝ちましたけども、今日の中でね、一番気になったのが、最後9回のね、ジョーンズの打席、2アウト1、2塁で、佐藤のね、フィルダーチョイス。あれは、ファーストだな。ジョーンズの足を考えて、1、2塁。で、ファースト下がってるね。ファーストランナーのリードで、ダイソー出てるっていうことも考えたら、状況判断的に。もうファースト投げてたら、楽勝アウトで終わってたのよ。あれはね、もう状況判断ミス。辻監督もね、後で言ってましたけども、あれは、バーッと。ね。でもその後、T 岡田、インコースと、まあ、その難しいところ、そんな、嫉妬でもなんでもない。素晴らしいバッティング。あとちょっとそれで気になったのが、ライト、愛と、気持ちわかる。ジャンプして取ってやろうって。あれ、もう諦めてクッション行ってたら、同点になってなかったんじゃないのかなっていうね。まあ、ちょっと詳しく見れてないんで、あれですけど、そこどうだからバットとかまではいない。どうなのかなって思う。皆さんどうですか？最後、杉本。ナイスイ。ワーツ。
うわー、トレーニングコースもあればそれに弾いて、次もとぐわーっつ、ね。非常にサヨナラヒットね。いい形でね、オリックス今季初の、ドイツカード3連勝っていうね、ところで非常に素晴らしい勝ち方だったんじゃないのかなと、思います。続いてセリーグ、広島対ヤクルト、20日の試合1対2でヤクルトの勝ち。で、21日1対1の同点。そして22日4対7でヤクルト、ヤクルトの2勝1分け、っていうところです。で、4月20日の試合はですね、広島ね、4回裏、ワンアウト1、3塁で、長野ね、初球、チェンジアップね、センター前タイムリー、ガーッといい働きしましたよね。で、ワンアウト1、塁になって、坂倉のね、セカンドハーフライナー、セカンドライナー、鈴木誠也飛び出してダブルプレー、バーッと。あそこが飛び出すはなんかいいよね、普通に。ちょっとね、走塁、っていうね、あそこはちょっとバッと、あの飛び出しはね、もったいなかった、チャンスね、潰した形になっちゃったんで、ヤクルトはね、6回山崎、スリーベース、中村がね、ライト犠牲フライ、2番、中村、グッ。しかもこういったところできっちり犠牲フライで、そつなく1点取るっていうのが、もういいだ、いい野球だね、俺はそういうのが好き。で、7回ね、松本フォアボール、で、元山バンド、で、ワイルドピッチ、坂倉、ミット上から、ブロッキングしない、バーッと、ね、確かに、ストレートがね、ワンパンになったから、その予測してないのかもわかんないけど、やっぱりね、ピッチャーは信頼してもいいけど、信用するなっていうね、格言があるんだよ。だからね、ストレートもワンパン来る。だから俺はロッテの時に、もうストレートワンパン投げたら、矢蓋さんとかでもブチ切れてたのね、プロのピッチャーがストレートワンパン投げてっちゃねえよっていうの。でもこれが言えるのは、止めてるから。止めてなかったら文句言えないの。だから俺はの記憶の中だと、ストレートのワンパンは一回も後ろ反らしたことないのね。なぜかっていうと、まあ確かに思ってないから難しいとこあるんだけど、ストレートのワンパンっていうのは、変化球と違って変な跳ね方しないのね。もうまっすぐ飛んでくるから止めやすいんだけど、まっすぐもワンパン来るかもしれないっていう、そのブルペンからまっすぐもワンパン来るかもしれないっていう常に練習して脳が反応するようにやっとかないと、あれはねバッとよ、結局その後代打川端にね、勝利打点の、ヒットを打たれてっていうところでね、やっぱああいったところをちゃんとしていかなきゃいけない。ワンバンだろうがストレートだろうがなんだろうが、やっぱ止めれるところは全部止めていかなきゃいけない。やるべきことやって止めれないのは仕方ないけども、やるべきこともやれないで止めれないっていうのは非常にねバッとポイントよね。だから坂倉はね、そこら辺をしっかり練習の時から意識しながら、ストレートでもワンパン来るかもしれないっていうね、準備を怠らないようにするのが大事で、川端のヒットガーッとね、非常に勝負強くね、まあ怪我もあって苦しいねシーズン続きますけども、やっぱり頼もしいね存在であるっていうことがね証明されましたね。あとヤクルト田口ね、ヤクルトに来て初勝利というところでね、何が変わってきたのかっていうのをね調べました。今回はね、初登板の時比べて何が違ったのか。それはですね、一番違ったのはですね、佐々木的見解によると、ストレートと変化球の低めにしっかりストライクを取れてた。阪神戦っていうのはそれがね、全部ボールになって阪神打線がまだ振らなかった、で苦しくなって高めに浮いたところを打たれたっていうね。この広島戦は低めのストレート、スライダー、変化球っていうのがストライクに投げれた。それによって相手は対応しなきゃいけないから、それより低めに来たやつを振らせれるっていうね、ところが非常にね、開幕の時の阪神戦と今回今の違いは何かっていうと、俺はねそこだと思う。低めのストレート変化球をストライクゾーンに投げれてるっていうね、ここが非常にねこの最近のピッチングのね優位性に、なってるんじゃないのかなと。6回裏がね非常に素晴らしかったんだけども、菊池にね内野安打打たれるんだけども、その後ね堂林にねバスターエンドランドも低めにしっかりストレート投げてるし、で西川に対してもスライダーね、ストレート、フォーク、カットボールともにねしっかり低めに投げて、レフトフライで、鈴木誠也に対してもね低めにしっかり変化球を投げながら、最後ね高めのストレートの強い球を投げて、しっかりねその工程も使いながら投げれたって、この6回のね裏の投球っていうのはね非常に良かった投球だったと思います。で、続いて、21日、1対1で引き分けっていうところでね、広島はね、4回裏、2アウト2塁でね、長野の、ショートゴロ、内野安打ね、ちょっとね、ジャックルして、ワンテンポ遅れてセーフになった時に、セカンドランナー、鈴木誠也がね、3塁回って、で、それで、3本間にね、挟まれて立っちゃうと。あれ、あれはね、行くんだったら、もっと全力でホームに突入するぐらい行かないで、あれぐらいでアウトになるってことは、もう逆に回っちゃダメだね。コーチャーも含めてね、バーッとね、中途半端が、もうだから、アウトになるだろうと思って走ってきてるよね。あそこはそれだったらもう止まった方がいいよね。絶対回らなきゃいけないっていうね、ルールもないし、もし行くんだとホームに突撃するの全力だし、まあ映像でしか見てないけども、アウトになるんじゃないのかなっていう風に回ってるように見えたね。あそこはね、その前日もそうだし、飛び出しとかね、ちょっと走塁の面においてね、ミスが
鈴木誠也ね、目立つんじゃないのかなっていうところでね、これはちょっとバッドポイントですね。で、ヤクルト、6回を見てね、青木の時間タイムリーね、帰ってきてくるね。まあ、ちょっと離脱ね、してましたけども、やっぱり帰ってきて頼もしいなっていうところもありますし、広島はね、6回裏、相澤のね、ライト、犠牲フライ。でね、こういったところでしっかり一発でね、その前日の中村のね、犠牲フライもそうですけども、きっちり犠牲フライで1点取れってね、まあ、結果引き分けになったっていうところで、この石田っていうともね、ガーッとあいつはね、大きかったかなと。で、こうね、ライト山崎ね、しっかりね、追いついて取ったってね、あの守備もね、グーッとね、そんな余裕でもないところをね、しっかり追いついて取れたっていうところも、やっぱ山崎ね、攻守にわたって今のヤクルトの中ではね、非常に重要なポイントじゃないのかなと。で、今日の試合ね、4対0でヤクルトの勝ちっていうところでね、ごめんなさい、今日の試合は見えてないので詳しい解説全くできないです。で、結果ね、2勝1分けでヤクルトのね、勝ち越しになりました。続いて DeNA 対中日、4月20日0対0で同点、そして4月21日1対7で中日で、今日22日0対1で中日、中日の、2勝1分けで勝ち越し、 DeNA は10連敗になってしまいました。20日の試合ね、大貫とも共にね、グッピッチね、まあ両チームね、1回ずつチャンスあったかなっていうところでね、 DeNA はね、4回裏、ワンアウト1、3塁でね、3のサードライナーね、これはもう DeNA としてはもうアンラッキーね。で、2アウト後になって、牧が三振ね。大野のね、インコースズバーっていうストレートね。グッピッチがね。非常に素晴らしい投球だったかなと。で、中日はね、7回表、ノーアウト1、3塁ね。守備はダブルプレー体制取って後ろになっているところで、阿部がショートライナー。で、木下がね、このセカンドフライ、大抜きのチェンジアップ、グー、いい低め追い込んでから投げた。で、大野がね、セカンドゴロっていうところで、まあ、このね、ゲッツー体制、勝負だね。三浦監督もね、大野が投げて、普通だったら前進守備引いてると思うんだよね。でも結局後ろ下がってたのね、結果的に良かったっていうところで、まああそこも内野ゴロでゲッツーで1点だったところでね、このライナーね、まあ誰も攻めれない。もうお互いね、三野のライナー、阿部のライナーでね、まあお互いアンラッキーね、連で大抜き、大野ともにね、素晴らしいピッチングだったっていうとね、まあ0対0の引き分け。でね、21日1対7でね、中日。まあ中日はね、勝つの。6回までノーヒットノーランでね、試合をしっかり作ったなと。まあ、結局ね、打たれましたけども、で石橋とね、2年ぶりのスタメン、が石橋が勝つのが、バッテリーが、ね、このインコースをね、しっかり使ってね、リードしたっていうのも素晴らしかったし、勝つのもね、そのインコースをしっかり投げれたっていうのも素晴らしかったし、まあね、この7回表にね、オースティンが、インコースのストレートをね、レフトへホームラン打つんだけども、このね、多分次も、勝野と石橋のバッテリーで勝負すると思うんだけどね、ドラゴンズは。でもね、このホームラン打たわけだけど、この試合同様、怖がらずに、次回もインコースをね、しっかり使うリードしてほしい。ここで怖がっちゃダメ。ね。いいピッチングだから、このホームランはね、オースティンがすごかっただけ。だからここをね、石橋くんもね、しっかりやって、インコースの使い方、ここビビらないでね、次回登板もね、やってほしい。だからね、次回登板、要チェック。ね。このバッテリーね、またインコースどこまで使うのかっていうね、ところ。で、まあ、DeNA はね、このオースティンのホームランのみで、他はね、ちょっと見せ場なかったかなと。中日はね、4回一気に大島がライト前、京田三振して、福留フォアボール。でね、ビシエドが、レフトタイムリー。このね、宮崎グラブの下、取れんかったかな、バットまでは言わないよ、でも取れんかったかな、あれ取ってほしいよね。で、その後高橋周平ね、レフトタイムリーツーベースで、阿部はね、初球スリーランっていうね、ところでもここほぼ初球攻撃でね、一気に5得点っていうね、ところになって、で、まあ守備ではね、高橋周平が佐野の外、あれ外からオースティンだったから、サードライナーパーンでね、取って、で、その後ね、高橋、佐野のね、ダイビングしながらね、取ってからね、倒れながらね、粘り強く取ったんで、守備でもガーってね。で、こんでね、ここで、まあやっぱりね、DeNA のね、バッテリーに対して、だから俺は別に擁護してるつもりもないし、プロ野球ニュースでも言ったけども、正直もうバッテリーともに1点取られたら、負ける、先制されちゃダメ、1点も取られないようにっていうね、そのもう十字架を背負わされてるから、打線が点取れないからね、だからもうキツキツでやってるから、そこはちょっとバッテリーかわいそうだね。俺もそのね、立場になったこともあるし、気持ちもわかるけど、もう初回から先制点やれないね、1点取ったら取り返せない、もうとりあえずずっと0点でいかなきゃいけない、もう常にピンチみたいなね、リードをして、でも勝ち急ぐんだよね、勝負を急いで勝ち急ぐことによって、でどんどんストライク投げちゃって、それが裏目に出てポンポン打たれちゃうっていうね。だからちょっとね、バッテリーもかわいそうだね、この打線の
あの点が取れなさでね、ちょっとこうきつくなってるっていうね、これをどうねこう変えていくかっていうところでね、やっぱ打ち勝たないといけないっていうね中で、今日の試合ね、1対0ドラゴンズの勝ち、これ引き分けかなっていうところでね、柴田のね投げたやつがランナーに当たってね、高松グワーッとグワーッと高松の足素晴らしい。まあでもその前ね、あの冒頭打ったやつがルイコちゃん荒木かなに当たってホームアウトになってるから、行ってこいだからね、結局はまあ1点入ってるから神様を見てたのかなっていうところはありましたけども、高松と走塁ガーッとね、あの走塁でね1点もぎ取ったっていう形でね、ドラゴンズはしっかり勝って、でまあ福谷もね、非常にいいピッチングしたし、まあ浜口もね、まあフォアボール出してピンチ作りながらも頑張ったかなっていうね、まあこのまあその中でね1対0っていうのは打線の援護もなくね、だからバッテリーきついね、 DeNA もね、すごい気持ちわかる。思いついたバッテリーの人にね言いたい格言こちらです。勝ち急ぐ、先に待っているのは負けね。だからまああの気持ちもわかるけども、勝ち急がないで、だからもし俺がバッテリーコーチだったら、いいよいいよ、もう3点ぐらいでね取られてもいいから、別に初回から取られてもいいから、もう思い切っていこうぜ、3点で抑えて負けたら俺らの責任じゃないよね、思い切っていこうね、ちびんなちびんな、もう打たれてもいいんやから3点ぐらいオッケーオッケーって言って、俺だったらバッテリーいるね、それぐらいの気持ちでちょっとバッテリーを行かないとちょっときつくなってるかなっていう印象ありますね。でまあ全体的には2勝を、1分けで中日の勝ち越しになりました。そして最後に、巨人対阪神戦、4月20日10対5で阪神で、21日3対2で巨人で、22日8対3で巨人、巨人の2勝1敗で勝ち越し、1位と2阪神巨人のゲーム差2ゲームっていうねところになりましたけども、まあ、全体的にはね総論で言えば21日ね初回近本マルテがホームラン打った時はこれ3打であるなっていうね、ぐらいの感じで思いましたけども、まあ、結局ね2勝1敗の巨人の勝ち越しになりましたけども、20日の試合ねサンチェスちょっと球が高かったね、前回同様アウトコース中心の攻めで行きたかったところをね、初回マルテにね、初球のストレートをホームラン打たれたっていうところでね、ちょっとおやおやちょっと違うなって言ってリズム変えてインコースもね使うようになったんだけども、このインコース多投で切り替えていくんだけども制球が甘くて、2回2アウト2塁から近本にねうちのストレート甘く入ってライトへのタイムリーで、3回糸原にねカーブが甘く入ってライトで、マルテにね打ち狙ったのが真ん中入ってホームランっていうね、この自分のスタイルっていうのをね、あの阪神に撃破されて、でそこから変化しようとしたけども、そこに制球がついていかないでもうやられちゃって終わったっていうね、阪神打線の怖さだけがね、映った。で、ちょっと高かったね。で、制球甘かったね。前回の時に比べるとね。で、まあ、阪神打線ね、本当に怖い。もう触れてるしね、甘くいったら本当に一発あるんじゃないかっていうね、試合にこの20日は見えましたね。4対5でね、1点差までね、巨人も追い上げましたけども、まあ、6回表ね、サンズ、2ボール1ストライクからね、ほぼど真ん中に行って、ホームラン。これでね終わり、流れがね断ち切れたかなっていう、だからもう奄美に行くと怖いね、もうほんとすぐホームランになりそうで、21日ね3対2で巨人っていうところで、ね、巨人ね初回、近本にねストレートライトホームラン、マルテンスライダーレフトホームラン、もうこれねどうなるか、もうこの日はもう10点いくんちゃうか、飲み込まれるんちゃうかって言った時のねキーポイントね、このキーポイント3回ね糸原がスリーベース、ここでね畑がマルテのねスライダーサードゴロ、これねホームラン打たれた球と同じぐらい甘かった。でその後大山もね、サードゴロでサンズがね三振とね、ここねで畑がガッツポーってしてね、あのこう踏ん張った、これがねこの21日のね完璧キーポイントだったね。ここ1点でも取ってたら多分10点取ってたタイガースは、それぐらいのね今打線の怖さがある。そのね3回ドラね岡本がシンカー系初球をねホームラン打つ、ゴルフ陣もすくい上げだね、あれ見逃してたら絶対ボール、もうあれはねもう青柳も梅野も攻められない、あれ打った岡本がすごい。でね4回裏岡本がねまた初球のシンカーをねこうホームラン、でこれね2打席連続同じ球打たれるやん、打たれてたリードはっていう人いるかもわかんないけど、これはね行きがちなのよ、やっぱりねキャッチャーとして定石はね打たれた球を同じ球種行くっていう定石があるのよ。なんでかっていうと相手バッターが考えてくる思考の人だと打たれた球初球に来るって思わないじゃんね。でそこで裏を変えてファーストストライク取ったり、それを意識させてもうそれ以降行かないとかっていう風にしてね駆け引きするところで、でもこれはねタイプを見極めなきゃいけないのが、考えてくるタイプには通じるんだけど何も考えないで自分のタイミングだけ打ってるやつにはもうそれ通じないの、だって考えてないんだからね。でもその岡本が正直どっちのタイプか分かんないけども、岡本のね状態が上がってないっていうところでそこまで多分考える余裕はなかったから、もう自分のタイミングだけで打っちゃって、多分梅野としては
裏の裏書いたつもりが表だったっていうね。だからこれは攻めない。よくあるパターンね。まあ岡本がね、そのパーンって打ったね、方がすごいだけで、この打たれた球をもう一回行くっていうのはね、常識。だからファンの皆さんもね、このね、打たれた球次の打席でもう一回行くのかなって思うね。見てると、このね、リードとか配球ね、面白さがあるんで、ぜひね、今後どんな試合でもね、ホームラン打たれた次の打席、同じ球種から入るのかどうかっていうね、ところを注目したいですね。そのバッターの傾向はどうなのかっていうのを見とくとね、さらに面白いかなと、思います。でね、6回裏。このワンアウトね、一三塁で王将がね、ピッチャーゴロボテボテ、このね、青柳のグラブトス、ガーッとね、非常にうまい、キャンプでね、よく練習するやつだけども、非常にうまいグラブトスでね、本塁ね、岡本が突っ込んできてアウトにするんだけども、あれね、やっぱりホームのクロスプレーはコリジョンでブロックできないから、やっぱり、ね、ヘッドスライディングよ。あれもね、岡本も足は入ってたね。でも手でタッチしに行こうとするから、足はベース超えてるけど、手が届いてなくてタッチされてアウトだから、あれヘッドスライディングしたらね、多分セーフだった。だホームのクロスプレーはもうヘッドスライディングよ。その方がね、このコリジョンルールの中で圧倒的にセーフになる。これはもうね、間違いない。もしね、アーカイブで見れる人いるんだったら、ビデオ撮ったり見れる人いるんだったらちょっと見てほしい。多分ね、手で言ってたら絶対セーフ。ね。で、うわ、これ嫌な流れやなぁ。青柳ナイスプレーやなぁ。と思ってたら、ツーアウト一塁で吉川がね、あのインコース、ね、カット気味の厳しい球をね、レフトに打って決勝点。吉川、グーッ。これの流れね、非常に大きかった。これ吉川を抑えてたらね、ひょっとしたら阪神逆転してたかもね、知れないというような流れでね、まあギリギリね、巨人勝って、試合後のね、あの監督インタビューでも、原さんはね、すごい嬉しそうに喋ってたかなっていうね、印象あります。でね、この4月20日、今日の試合ね、8対3でね、巨人の勝ち、日本放送でね、解説させてもらいましたけども、今日のね、あのキーポイントはね、もう勝木。勝木か、ビッグか。勝木素晴らしい。ね。初回ね、近本がレフトね、あ、これ、アウトかなと思ったら意外に伸びてね、フェンスの中段ぐらいまで、ね、当たってツーベース。で、ここでね、糸原の三塁ゴロを勝木が迷いなくサード投げて、近本サードタッチアウト。グーッと。多分、10人中9人はあのままファーストベース。それなんでかって言うと、初回、セカンドランナーが近本。フォースプレーじゃなくてタッチプレーっていうところを考えると、多分10人中9人がファーストスム。間髪入れずにサード投げたってことは、普段の練習からちゃんとしてる証拠。だからコーチの素晴らしさと本人の素晴らしさ、あの準備してなかったら絶対投げれない。でしかもランナー近本っていうところね、非常に素晴らしい。であの後ね、マルトに打たれてピンチ作ってね、結局高橋が踏ん張って0点に抑えてたけども、あれね、アウトにしてなかったら、セーフだったらね、オールセーフでしょ。それで1イニング3点はいかれてたね。あの、で、結局ね、0点になった。勝木ね。ガーッと非常にあのプレーは素晴らしかった。判断も技術も素晴らしかった。準備も素晴らしかった。で秋山がね、ちょっとね、今回球高かったね。全体的にいつもはね、低めに制球していってるところがね、全体的に球高くて、でまああの制球はいいんでね、それがね、やっぱボールなんないでストライクになかなか入っちゃうんだよね。でそこを巨人打線がもう積極的に初球から打ちに来て、ちょっとハマっちゃったかなっていうね、ところがあって、いつものね、秋山らしいピッチングがね、見られなかったなと。あと巨人高橋もね、あの前回より良かったのはチェンジアップ、ガーってね、初回の大山の時も三振になって、でもチェンジアップ良かったのに、序盤チェンジアップ全然使わなかったので、スライダーとかカーブは全部抜けて制球できなくて、このインコースのクロスファインのストレートも制球悪くて、非常に苦しいんだね、コントロールは。で途中からチェンジアップまたちょっと多投するようになって、まあ、若干持ち直したかなっていう感じだったけども、今年ね、今日の勝って4勝挙げましたけど、今年見てきた試合の中で高橋は一番、悪かったかなっていうね、出来。でもその中でもね、勝っていくっていうことはね、高橋が非常に成長した点だったんじゃないのかなと。じゃあそのね、今年一番調子悪かったのに、なんで阪神打線ダメだったんや。ダメじゃないの。いい当たりが全部正面。サード、センター、ショートっていうね、北条とかのショートライナーとかもそうだけども、いい当たり全部正面でね、もうついてなかった、タイガースは。逆に高橋はね、ついてた。まあ、北条もね、ホームラン打ったり。でね、あの、阪神ね、あの、この、今日エラーついちゃって、4回裏ね、長野がエラーついちゃったんだけど、このパーンってね、弾くの。あれはね、グッと、バッとじゃない。あれはね、この逆シングルでいって、あれね、一番最初の、あの、ロッテ対日本ハムの石井のプレイで言ってたけど、あれね、待って正面取って投げてもね、もう内野安打。あれはね、もう逆シングルでもう勝負いかないといけないわけ。だから俺は、あれはね、結果エラーじゃなくてね、内野安打でよかったんじゃないかなと。エラーつけなくてもよかったんじゃないのかなっていうプレイで、あのチャレンジはね、グッとよ。逆にね。逆にあれ行かなきゃ、あれで行ったらアウト。でもね、取れないのも正面取ってセーフも、それだとアウトになる、チャレンジした方がいいっていうところでね。だから中野のやっぱりセンスの良さをね、伺わせるプレーだったね。まあ、結局エラーはついちゃったけど、あんなのはね、エラーじゃない。非常に素晴らしい、プレーだったと思います。負ける中でもね、その北条、途中から出てきて、レフトへのね、ホームラン。
非常に良かったかなと。でもその中でもね、ちょっとバットプレーがあってですね、6回裏ね、ワンアウト1塁で梶谷のね、ダブルプレー出るとこうね、ちょっと持ち直して遅れて、あれ、あの角度で正面入って、あれダブルプレー取れないと正直きついよ。エラーにはついてないけど記録に残らないミスだね。ああいったところパンパンってね、あのダブルプレー取っていくっていうのをね、しっかり練習してもらいたいなと思うし、非常に北条で良かったなと思ったのが、8回の表ね、レフトフライ打つんだけども、全力疾走でね、セカンドまで行ってるっていうね、非常にグッとね、まあ、中野が台頭してきて、糸原セカンドいて、まあね、ちょっと近年出場機会がね、圧倒的に減ってきてるっていう中でね、そういうちょっとしたことでも、必死にやってる姿っていうのは絶対見てくれてる人もいるしね、しかもその中で今日ホームランを打って、まあそのね、ミスっていうのも俺の中ではミスだと思ってることもあったし、その中でもしっかりレフトフライになってもね、全力疾走してセカンドまで走ってる姿っていうのはね、非常に、応援したいなっていう姿にもなるしね、あ、頑張れってね、思う姿でもあると思うから、出場機会もなかなかなくてね、アピールするチャンスが少ないかも分かんないけど、その中でね、ぜひ北条にはね、今日のプレー見た時に頑張ってもらいたいなと思ったんでね、この激励も意味を込めてね、グッとね、北条にはあげたいと思います。で、まあ結果ね、2勝1敗で巨人の勝ち越しになりましたけども、本当阪神がね、3連勝してもおかしくなかったような大会、こうガップにね、プリ詰め寄って、非常にこの3連戦ね、面白い展開だったかなと。原監督もね、今日試合終わった後、こうグラウンドからね、こう手振って挨拶してるもんね、なかなかベンチに引き上げずね、非常にこの試合の大事さ、嬉しさっていうのはね、伝わってきたかなっていうようなね、試合展開になりました。さあ、ということでね、今日総チェック終わりで、まあ今日の試合はね、非常に明日ちょっと仕事で早いので見切れないっていうところでね、見れない試合も、ちょっと多かったですけども、まあね、見てないのになかなか、評論もできないし、中途半端なことも言わないんで、もう見てないのはもう見てないと言います。で、できないものはできないと言います。だから今後もね、できることはしっかりやっていきたいし、ファンの皆さんにもね、ぜひ佐々木チャンネルの総チェックでね、振り返り、明日からの課題っていうところを見つけてね、よりプロ野球をね、楽しめる見方、勉強になる見方をね、伝えていきたいと思うのでね、ぜひこれに懲りずね、見てください。ちなみに、明日からの試合はですね、ヤクルト中日、奥川のピッチング楽しみですね。ちょっとね、綺麗だから荒々しいピッチングみたいね。で、ジャイアンツ対、広島、菅野と栗ね。あ、まだ日曜日もね、日本放送でデーゲーム解説するんで、ぜひ見てください。巨人対広島戦で、甲子園、藤浪対坂本ね、まあ藤浪がどういうピッチングするのかね、まあ藤浪のね、デッドボールとかの動画佐々木出してるんで、もしね、ぜひ見てください。で、あ、ロッテ対ソフトバンクね、中村、二木がね、ちょっとコンディション不良で登録抹消して、石川どういうピッチングか、バーヘーゲン、山岡、バーヘーゲンはね、隔離明け2試合目、ちょっとイニング長く投げれるのかなっていうところと、涌井高橋のね、エース対決っていうところも気になりますし、まあ、順位はね、こちらになってますけど、巨人、阪神、巨人、ヤクルト、広島、中日、DeNA、ソフトバンク、ロッテ、楽天、西武、オリックス、日本ハムと。まあ、まだまだね、ゲーム差がそんな離れてるわけじゃないんでね、まだここからどうなるかわからないっていうところでね、ぜひ、金土日のね、試合も皆さん楽しんでもらいたいと思います。まあ、月曜日にはね、まだ総チェック出すんで、皆さんぜひ見てください。ということで、明日からのプロ野球も要チェック。グッバイ。